今日、和歌山県串本町にある発射場から民間としては国内で初めて衛星を搭載したロケットが打ち上げられる予定でしたが延期となりました。中継です。和歌山県串本町の公式の見学会場からお伝えをいたします。2500人の観客が見守ったんですが、期待に包まれた会場もロケットが打ち上がらないのが分かると大きなため息に包まれました。東京の宇宙ベンチャー企業スペースワンが開発した小型ロケットカイロスは午前11時過ぎに打ち上げられる予定でしたが、直前に延期が決まりました。ロケットは全長およそ18メートルで小型衛星が搭載され、高度500キロへの軌道へ投入に成功すれば民間では初めての国内初めてのことでした。残念でした。上がってほしいです。なかなか飛ばすのは難しいんだなって初めて知りました。飛んでほしい、飛んでほしいです。はい、また楽しみな後で戻ってきます。次こそは上がってほしいです。スペースワンは日程の変更は決まりましたが、原因については調査中ですとしています。打ち上げ日程については現在確認中ということです。